皆さんこんにちは。三井住友トラストアセットマネジメントの二口です。今回の動画は投資について考えようの第1回です。投資に少し興味があるけどなんだかよくわからない、ちょうど投資について学んでみようと思っていた、そんな学生の皆さんに役立つ内容となりますので、ぜひ最後までご視聴ください。今回のテーマは、人生とお金と投資と投資のポイントです。皆さん、お金を増やす方法って何でしょうか？お金を増やす方法は主に2つあります。1つ目は、自分が働いて稼ぐ方法です。支出があっても収入がより多ければ貯蓄ができて使いたいことにお金が回せます。貯蓄を増やすためには節約を行い支出を減らす方法も考えられますが、自分が使いたいことを我慢するのは嫌ですよね。そのためにもしっかり働いて収入を増やすことが大事です。二つ目はお金に働いてもらう方法です。お金に働いてもらうとは、つまり投資をするということです。投資をする場合、元手が必要です。これを元本と言います。貯蓄を元手にお金に働いてもらうことで、資産の増加が期待できます。今お伝えした2つの方法、自分で働いて稼ぐ、お金に働いてもらう、これを一言で言うと、私も働く、お金も働くです。このフレーズの働くに楽しいという漢字を使っています。楽という文字には経済的な豊かさという意味もあります。イメージキャラクターの楽くんも楽しいという漢字がモチーフになっているんです。投資って損失そうで怖い、そんなイメージもあると思うのですが、投資は楽しく、あなたの人生を豊かにしてくれるものです。そもそもお金を増やす目的は何でしょうか？人それぞれ目的は異なるかと思いますが、例えば経済的にも精神的にも人生を豊かに楽しむため、将来の選択肢を広げるためにお金が制約にならないようにしたい、病気や怪我などにより働いて稼げなくなった時への備え、このようなものがあるのではないでしょうか。年金制度はセカンドライフの収入源として準備されています。これはセーフティーネットと呼ばれる仕組みです。セーフティーネットは用意されている上で、自分らしくどんな人生を送りたいか、ご自身の将来像を踏まえて必要なお金を選択していく必要があります。この選択をする判断基準や知識を持つために必要となってくるのが金融リテラシーと呼ばれるものです。お金やお金の流れに関する知識や判断力のことですが、5つの項目で構成されています。左側の生活設計や家計管理は、どんな時にどれくらいのお金が必要になるのか、自分のことをよく知りましょうということです。右側はお金を準備する手段に関することです。私たち金融機関のような外部の知見を活用することもできます。金融商品をうまく利用する際、金融リテラシーの実践がポイントになってきます。人生とお金に役立つ金融商品にはこのようなものがありますが、簡単にご説明します。預貯金は馴染みがあるかもしれませんが、銀行などに預けるお金がこれにあたります。安全性と流動性が高く、収益性はあまり望めません。投資・運用は資産を投資することでお金を増やすことです。ローンは住宅ローンとか自動車ローンは聞いたことがあるかもしれません。高額なものにお金を使いたいけれど、資金が足りない際、お金を貸してくれる仕組みのことです。もちろん借りたお金は将来の自分が返すことになります。そして最後に保険。
先ほどセーフティーネットでも触れましたが、予期せぬ病気や怪我などでお金に困った際、他の人に助けてもらう仕組みです。将来こういった金融商品をうまく活用いただければと思います。ではここまでのまとめです。お金を増やす目的はお金で困らない、そして夢や欲を諦めないためです。つまり投資は人生を豊かにするツールの一つと言えます。次はお金を増やすための投資のポイントについて見ていきましょう。投資でお金を増やすということはどういうことでしょうか。先ほどお金を増やす目的は確認しましたが、次はその手段について見ていきたいと思います。元本100万円、収益率 5%、これを20年間運用したらどれぐらいの資産になると思いますか。計算すると265万円です。それくらいと思うか、約 2.7 倍も増えると思うか、ここが大事です。自分が働いてお給料を約 2.7 倍にするのは大変ですので、投資を活用するとどれくらいの増え方をするのか、イメージを持っておいていただければと思います。これは収益率が2%、5%、8%、それから投資期間を5年、10年、20年、30年と変えた時のシミュレーションです。収益率 5%、投資期間を20年で見ると、先ほどの265万円ですね。期間が長いほど資産が増えることがわかります。そして収益率が高いほど資産が増えることがわかります。収益率 8% で投資期間が30年あると10倍になるということですね。グラフにするとこうなります。投資期間が短いと増え方にあまり差がないですが、投資期間が長いほど運用で得た利益を再投資することでお金が増えるという特徴があります。今後投資について考えてもらうときには、ぜひこの時間を味方にするという考え方を覚えておいてください。ではここで投資のポイントの一つ目です。先ほどの期間が長いほど、そして収益率が高いほど資産が増えることを複利効果と言います。時間を味方にし、早く始めて長く続けると、お金は黙々と365日、24時間働いてくれます。よって、私も働く、お金も働く、どちらも働くけれど、お金の方が休むことなく働いてくれますので、分業体制が大事なのです。投資のポイントの2つ目です。収益率が高い方が資産は増えるのですが、これは裏側にリスクという存在もあります。ハイリスクハイリターンやローリスクローリターンという表現は聞いたことがあるかもしれません。一般的に高いリターンを得るためには高いリスクを負う必要があります。逆に低リスクの投資では低いリターンしか期待できません。リターンとリスクにはトレードオフの関係があります。よってローリスクローリターン、ハイリスクハイリターン、自分が取れるリスクをしっかり選んでいき、長く続けることが大事になってきます。ではここまでのまとめです。投資のポイントは早く始めて長く続けることです。次の動画では投資をすると資産が増える理由などについてお話ししていきます。投資サークルに加入すると仲間と楽しく投資について学ぶことができます。そして学生投資連合ユーシックを通して社会人との接点ができ、さまざまな勉強会に参加できます。学生投資連合ユーシック、三井住友トラストアセットマネジメント一同、皆さんと勉強会でお会いできるのを楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。